笛が吹かれてスタートです。今日の主審はサルバトーレ・インノチェンティさんです。いいプレッシャーだ。チェック組み立てる。前線に誰がいるのか、チェック。この距離はどうだ。これはシュートを狙いましたが、今の判断はいかがでしょう。そうですね、まあ、今のようにある程度ディフェンスラインができてしまいますとしょうがないのかもしれませんね。待っている。シュート、ポスト左をかすめていきました。しかしすごいシュートでしたね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていうことがいいことですよね。もう一度頭回します。チェック、中央から上がっていきます。中に誰か来てますよ。後ろへ預けた。そのままシュート、これを決められない。カイセド、今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。いや外れましたけどね、これが次のきっかけになるかもしれませんよ。ヘディング、いい上がり方してますね。さあワンタッチでフィンランド、結局このボールを奪いました。さあ動きが速くなる。大きく狙った、思いっきり打ってきました。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。チェックに合います。駆け上がる、遠目から止めに行く。ゴールラインを割ります。なかなか入り込みにくかったんでね、やはり遠目からのシュートを積極的に打ったシーンでしたね。いいプレッシャーだ。ボールを奪う、パス、守りを固める。そのままシュート、手で弾いた。ここは精一杯クリアします。チェックが入りました。左へ、フィンランド、ここからの攻撃になります。中盤でしっかり展開してますね。中にスッと入ってきますね。ここはディフェンスされました。フィンランド、ここはしっかりと守りました。さあ速攻、簡単ですよ。おっとミドルだ、リスティング戻して、ここからチェカ、縦にボールが出て、ロマンエレメント、エクアドル、ここまではゲームをコントロールできている感じですね。そうですね、中盤は試合できてますよね。左足決まった。フィンランド先制ゴールを決める。フィンランド先制ゴールを決め、1点をもぎ取っています。こちら側としてはね、ここでちょっと面白くなりましたね。まもなく前半も30分が経過します。ああフォロー遅いですね。一人いい動きを見せてますよ。これは長すぎました。エメレイヌ攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。パスを選択、スペースがあれば上がってくるという形ですね。うまく受けて、さて北澤さん、はい、エクアドル現在1点差を追っています。追う立場にあるわけですが、
少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、奪ってから非常にスピードアップした形でね、ゴール前までのいい攻撃が目立ってますよ。左へ出した、右のスペースから、味方がいないところへ流れた。チェック、ゴールラインを割ります。しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。エクアドル今一歩追いつくまでには至りません。笹田さん、フィンランドゴールしてからの動きというのはいかがですか。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね、さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なるほど、右に出してフィンランド、結局このボールを奪いました。フィンランドとしてはこれでいいと思いますよ。ロスタイムは約2分と出ています。パスをつないでいく、フィンランド先に得点を決めています。まだ勝負は分かりません。再びスローインとなります。セギに行く、打ってきた。ここで長い笛、前半終了です。さあ後半キックオフ、エンドが変わって右にフィンランド、左にエクアドル。左、おっとうまいですね。後ろからさらに行く、ボールは渡る、さあシュート、また打ってきた。キーパーキャッチしました。前線へ、カイセド待っている。中央よく動きますね。短くつなぎます。追いかける、フィンランドとしてはいい守りを見せたと思いますよ。ハサネ、ここは誰も走り込んでいません。ヘッド、パスを選択、真ん中いい上がり方してますね。バックパス、長いボール。しかし北澤さん、エクアドル立ち上がりについてどうご覧になりますか。はい、しっかり動いてますし、まだ時間は十分あるんでね、これからテンポ上げて追い上げを図ってほしいですよね。中には2人いる。さあエクアドル、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。バレンシア、ここで入れ替わります。さあエクアドル、中盤の選手入れ替えです。そうですね、攻撃的な布陣にしてきましたよね。そしてね、いざとなると展開力もあるんですよね。さあボールを抜ける、ゴールの右へ逸れました。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。あとは正確性ですね。ここで選手の交代があるようです。チェック、いいマークでしょ。奪い返した、いい力の展開ですね。中に誰もいない、シュート右足、キーパーを防いでいる。素晴らしいディフェンス。そしてここはノボア、強い、前に送って、右に送ります。チェック、ファールですね。フリーキックとなります。
です。チェックに行く。シュート。いい守りです。中に誰か来てますよ。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。まもなく後半の30分が経過します。落ち着いています。中盤でしっかり展開してますね。ここは阻まれました。大きく横へ運んでいきます。大きくサイドを変えます。真ん中から走り込む。正面へ入れてきた。ボールはキーパーへ。フィンランド今のところ1点リード。中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。そうですね。いい調子ですよね。中央よく動いてますね。遠目からいった。まあちょっと遠かったですけどね。悪い選択ではないでしょう。惜しいですか。出てますね。そうですね。一人いい動きを見せてますよ。シュート。これまずい。これはわずかに左でした。手に送ります。リア駆け上がっていきます。中に誰か来てますよ。いや抜けてきた。さあ同点のチャンスとなるか。いいディフェンスだ。中にスッと入ってきますね。硬い守りだ。しかしいい攻撃見せましたよね。いいところまで行ったんですが、引き気味のディフェンス陣に守られた形。小さく出した。いいですね。もう先読みしましたよ。良い守りです。そして今笛が鳴りました。試合終了。